านซางหรือประชาชนจีนมักเอิ้นว่าลานซางเจียงก็แม่นแม่น้ำที่ประชาชนในเขตลุ่มน้ำหลายประเทศมักเอิ้นชื่อว่าแม่น้ำคลองอันมีความหมายว่าเป็นแม่คลองทรายน้ำทั้งหลายที่มีแหล่งกำเนิดจากทรายภูน้ำกอนในเขตทิเบตของประเทศจีนアジアの大陸部を流れている国際河川で中国に源流を発してベトナムまで6カ国を流れていきます、この川はアマゾン川に次ぐ水生生物の多様性を持っているというふうに言われています。特に魚は豊富で約1200種の魚がいるというふうに言われております。で、流域に暮らす人たちはこのような自然環境をそのまま利用して生活していますが、魚を取る漁業ですとか、それから川岸を使ったさまざまな農業、川の中の生き物を取って生活に利用したりとか、川の水を利用するということが行われています。メコン墓地は、この豊かな自然を、人々が、持続して使って暮らしていけるようにということをサポートすることを目指して活動しています。具体的には、地域で起きている環境問題を地域の方に伝える活動ですとか、私たち自身が地域の人たちの自然資源利用を理解して、そこで行われる開発、この場合大きなその公共事業などですが、ダムや発電所の建設といったものが、地域の人たちに及ぼす影響というのを調べて、起きてしまった場合は軽減されるように、また、起きないような予防の活動、援助によって、大きな公共事業をするときにガイドラインを作ったりしていますが、そういったところに今まで起きた問題をインプットして、状況を改善していく、予防していくという活動を行っています。네, 네, 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 メコン川では現在、中国を除いては本流にはダムはありません。しかし支流ではたくさんのダム開発が進んでいます。先ほど言いましたようにメコン川にはたくさんの魚が住んでいますが、その多くが支流と本流の間を移動していることが分かってきています。しかし従来のダム開発はそういったことを考慮せずに進められている場合が多く、全体としてどの程度の影響がそれぞれのダムによって河川にもたらされたかということがよく分かっていません。ダムで、うん、ダム、うん、ここはできるようなのかね、向かいねนะบ่บ่ตกใจบ่ตกใจเดี๋ยวนี้มันแห้งคันแห้งแล้วบ่ดูซะว่าขึ้นสนามน้ําของเฮาเนี่ยปกตินะบัดนี้คันมันยามแล้งเนาะมันแล้งเคยบ่ว่ามันใครสิออกบัดแล้วมันขึ้นมานี่ใครมันบ่หลุดไปวะหลุดออกหลอกของคันบ่คันว่าบ่แม่นธรรมชาติได้นี่มันคนเฮ็ดพอสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างสามารถสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงและก็สามารถสร้างสรรค์ตามการกำหนดของมนุษย์ใดแต่ธรรมชาติถ้าดำเนินผิดพลาดบ่อาจเอาคืนได้